は、Bレジェンド鍵谷です。今回の動画はですね、ショルダープレスのね、効かせ方というかですね、効くショルダープレス説明したいです。今ご覧いただいているのは、肩甲骨を寄せて、肩甲骨で支えるショルダープレスをやってます。まあ、こういう形でね、やる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、これだとすごく踏ん張れちゃうんですよね。で、今のとは逆で、肩甲骨は普通で背中をね、シートにペタッとこうつけてますね。これだといきなりペースがゆっくりになってますけれども、強烈に効きます。シートをまず背中にちゃんとつけるっていうことがポイントですね。肩甲骨で支えてしまうと足の踏ん張りとかも効くので、結構ね、力が入ります。こういう感じですね。はい、で角度を変えて見てみます。でこれ今、分かりにくいんですけれども、足をですね、あぐらをかいて上げてます。あぐらをかいて、足を踏ん張らないことでですね、これもさらに、効かせることができます。ショルダープレスで、力をね、やっぱりいろんな方法で足で、踏ん張ったり、肩甲骨で支えたり、いろんな方法で、力をですね、分散させてしまうので、そうならないように極力、いろんなところは使わないようにすると。で背中をシートにつけて足でも踏ん張らないようにして行うということが、すごく、効かせるポイントとしては大事かなと思います。で今ねやってるみたいにちょっとこうスローで行うっていうのも大事ですね。ゆっくりのペースで行うとそれだけ、しっかり負荷が乗りますから、スローで行うということもポイントだと思います。次はダンベルですね。ダンベルショルダープレスの時も同じです。今ご覧いただいているように肩甲骨を支えにしてね、足で踏ん張ったダンベルプレスはですね、結構力が入りやすいんですね。今、背中をねつけるんですが、いきなり重くなるというかですね、同じ重量でほとんどできなくなりますね。だからよくね、まあ、いろんなダンベル、プレスに限らずなんですけれども、重量にこだわる必要ないと思うんですね。いかに効かせるかっていうことが大事なので、こういう軽い重量で、かなり軽くなりましたけれども、軽い重量でもやはり今これも足上げてますね。あぐらをかくような形で、背中をつけて、やっていくとですね、少しちょっとこれ腕が前ですね、もう少し真上に上げるぐらいがいいと思うんですけれども、やり方によってどんどんこう効かせることができると。で今度また足をつけてますけれども、これは背中はちゃんとつけてるのかな。あ、そうですね、逆か。最初が踏ん張っていて今がつけたのかな。はい、やっぱりなんか辛そうですね。ということで、最後はですね、田中トレーナーのショルダープレス、何キロになってるのかな、結構な重量でやってますけれどもね、やっぱりこれ田中トレーナーを見ててもあれですね、背中はちゃんとシートにつけて、やってますね。で足はなんかつま先立ってますけれども、あまりがだから踏ん張ってないんですね。はい、聞いてると思います。ぜひ試してみてください。 Oh yeah!